ニューのスポーツコーナー勝ち癖、今日の担当は岡本です。今日は里崎さんと一緒にお伝えしていきます。里崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。それではカープです。新井監督通算100勝へ王手をかけて迎えた昨日の日本ハム戦、選手たちが投打で躍動しました。1勝1敗で迎えた日本ハムとの第3ラウンドはスクリが先発。1回2アウトからヒットのランナーを背負いますが、スタメンマスクの石原が強肩発動、立ち上がりを無失点で切り抜けます。打線はその裏、4番末金、初球を振り抜き5号ツーラン。末金が7試合ぶりとなる快音を響かせ2点を先制します。2回には1番秋山の犠牲フライで追加点、リードを3点に広げます。援護をもらった栗は多彩な変化球を巧みに操り、交流戦チーム打率トップの日本ハム打線を3回以降ノーヒットに抑えます。その後1点を失いましたが、最後は渾身のガッツポーズを見せ7回1失点、今シーズン2勝目を挙げ、新井監督通算100勝に花を添えました。まあ、しっかり、一人一人ゾーンの中で勝負してやっていこうと、試合前に石原と話をして、試合に入った中で、思った通りのピッチングができたんじゃないかなと思います。明日からも野手の皆さんが打って守って、すごいプレーを見せてくれると思いますし、ピッチャーもしっかり抑えて、もっともっと勝てるように頑張りたいと思いますので、明日からも熱い声援よろしくお願いします。はい、嬉しい2連勝となりました。いや、里崎さん、昨日栗投手が2勝目を挙げましたけれども、栗投手のピッチングどうでしたか？そうですね、まあ、今年シーズン投手ね、いい形で切れて、なかなか援護点なくて勝ち星上げれなかったところはありますけども、なんかどんどん毎試合気迫が前面に出るのが、マス度が高くなってるんじゃないのかっていうぐらいね、昨日もしっかり気迫出てましたし、まあ、本人言われてましたけども、しっかりゾーンの中で勝負できた、その中でもやっぱこの腕の振りが良かったですよね。しっかり腕を振ってストレートと変化球区別することなく、変化球を低めに集めながら甘く入ってもしっかり腕振ってるんで、やっぱりミスショットさせてますよね。そういったところが昨日の好投に、ね、繋がったんじゃないですかね。すごくね、一球一球こもってましたよね、うん。そして昨日の試合なんですけれども、新井監督就任2年目で100勝目を挙げられたということで、上村さん、これも嬉しいですね。はい、去年74勝して、今年がもう26勝なのであっという間でしたよね。しかも球団から100勝記念グッズが今日発表されていたんですけど、はい、その賞、100勝の賞が勝ちじゃなくて笑いになってたんですよ。本当に笑顔の絶えないチームだからこそ達成できた記録なんじゃないかなっていうふうに思ってます。里崎さんね、新井監督とは同学年。そうです、同学年、同期入団なんでね、初めてのこの昭和51年生まれのね、監督なんで、はい、頑張ってほしいですね。それで100勝、はい、まだ足りないですよ。まだ足りない100勝で喜んでんじゃん。まだまだ通過点ですから。マラソンで言ったら、ね、ホームぐらい出たばっかりですから。まだ出たばっかり。これから遠藤の方へ。そうです、そうです、ね。はい、ここから101勝、102勝とね、積み重ねていってほしいですね。さあ、ここで嬉しいニュースが入ってきました。育成ドラフト2ルーキーの佐藤圭介選手が今日支配下選手に登録されました。佐藤選手はここまでウエスタンリーグ打率トップの3割5分7厘をマーク。高2軍監督はスイングスピードの速さと左投手への対応を高く評価していました。背番号は94に決まり、目標にしていた支配下選手になれて素直に嬉しい気持ちでいっぱいですが、ようやくスタートラインに立っただけです。さらに日々精進して一軍の舞台で活躍できるように頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いしますとコメントしています。いや、上村さん、佐藤選手の活躍楽しみですね。はい、私一昨日 U に見に行ったんですけど、その時もタイムリーツーベースヒットを打たれていて、はい、もうファンのもうその話題がずっといつ支配下登録されるんだっていう話で持ちきりでした、
一軍で、ね、活躍する姿が本当に楽しみです、はい、楽しみですよね。里崎さんは佐藤選手どう？そうあのドラフトの時からね、あの静岡のゴジラって言われてて、はい、里崎チャンネルでは袴田さんが静岡出身なんで、はい、めちゃくちゃ推してたんでね、はい、これはあのチームスタッフ一丸で喜んでます。あの今ね、もしかしたらご存じない方いらっしゃるかもしれませんが、里崎さん YouTube チャンネルをやられてて、 その相手の MC の女性の方が静岡出身なんでね。で佐藤選手は静岡大学、はいね、国立大学出身のカープ選手ということで、支配下になってからが、まあ、ここからが勝負ですけどね、楽しみですね、はい、楽しみにしたいです、はい、さあそれではここからは里崎さんに今シーズンのカープを振り返っていただきたいと思います。まずはこちらの順位ご覧ください、はい、まずねカープは2位につけているということですけれども、はい、里崎さん現在の順位はこちらどうご覧になってますか。まあ、いい形でねカープも戦ってますしね、いいんじゃないですか。そうですよね、うん、上位にいます、はい、ただですね里崎さんの予想順位こちら見ていただきましょうか。これシーズン前ということですか。シーズン前に佐々木さんが予想してどういうことでしょう。はい、どういうことでしょうか。3つも合ってますよジャイアント中日ヤクルト我々は3つも合ってますよ。黄色で見方6分の3合ってるじゃないですか。カープが低すぎないカープが出てないか気になるんです。いや結構いい予想してると思う。カープ問題あるだってそもそもこれあの多分佐々木さん YouTube の方で予想された方でしょうけど、はいはい、フロントドア、はい、土曜日に放送している方だと最下位なんですよ。ちょっと衝撃的だったんですけれども、知った激励じゃないですか昨年は優勝予想でね、はい、まあ、頑張って引き上げて、はい、あの里崎が下位予想してると、はい、これは里崎見てみろよっていうところでね、はい、知った激励の方じゃないですかれはもうある意味じゃ効果的に、はい、あとはまだ途中です。そうですね、はい、これはこの今の意見はいるのかどうか分かりませんけどもまだ途中なんですね。里崎さん今の予想順位はまた変わってきてるんですか。でも今のセリーグ結構混戦なんで、はい、連勝したら上に行くし、はい、連敗したら下に行くんで、はい、結構ねこの交流戦本当に大事になってくるんで、はい、まだまだ分かりませんって何言ってんだろうと思いますけど6分の3当たってますから。そうですね。でも、まあ、ここからまたさらに上に行く可能性もあるということですね、はいはい、このカープの好調の要因はどういったところにあると里崎さん考えてらっしゃいますか。やっぱ今年一番はやっぱ投手陣の頑張りじゃないですか。ここまで特に5月は非常に投手陣の先発もリリーフも防御率、はい、セ・リーグで一番良かったですし、はい、失点数もめちゃくちゃ少なかったんですよ、はい、そういった投手陣の頑張りが今のカープを、ね、底上げしてると思いますね。本当に、ね、要所要所で締めてくれてますよね、うんまあ、その中で里崎さんが気になって名前を挙げられたのがこちらの2人の投手です。まずはこちら森下投手ということですけれども、はい、こちらを挙げられた理由はどういった理由になりますか。まずはね右のエースっていうところでね安定感もありますし防御率 1.16 ですよ、はい、なぜ2敗してるっていうね、そうなんですよところがありますけども2敗した試合も結構ロースコアの展開だったんですよね。でもやっぱり安心感ありますよね。森下が投げるとっていうところで安心感もありますし、はい、ストレートも変化球もしっかりコントロールもできててここまで完璧な仕上がりなんでね、うんまあ、このままいけばやっぱ10勝15勝っていけばねカープの順位も上がってくるんじゃないですかね、森下投手がやっぱりしっかりと試合を作ってくれるというのは監督としても計算ができる。いやありがたいですよね。しかもローテーションきっちり回ってくれるんでね、はい、そういったところも信頼度も増しますし、うんね、バッティングの方でもね。そうなんですよ、ね、かなりねピッチャーというだけじゃなく二刀流でいけますからね、そこら辺のね自分でも点取るぐらいの勢いもありますし床田選手もね、本当に安定感ありますし、ね、インコースストレートねあの左右関係なくインコースにしっかり投げながら緩急を使えて、でしかも 1.53 ですからね防御率、床田投手も防御率低くて、うんはい、しかもトップのセリーグ勝利数6勝、うん、そうなんですよね、うん、だからこれ右左と、ね、左右のエースがしっかり先発で試合を組み立てるっていうところがね、うん、今の好調カープを支えてるんじゃないのかなと思います ね左右の両輪がしっかりしているというところも、まあ相手チームからしてもまあ嫌なところということですね。いや嫌だと思いますよ。しかもそんな穴ないですしね、完璧に投げてくるんで何かミスコントロールあるとか今日調子悪いとか、はいうん、調子悪くてもしっかり試合を作ってくるっていうところではね、まあ、チームとしても安心感ありますし相手としてもねその余裕のなさをね打線に感じさせますよね。交流戦じゃないですか、はい、里崎さんもご経験あると思うんですけれどもシーズン中にあまり対戦しないピッチャーで、うん、こういう森下投手や床田投手と対戦するときっていうのはやっぱバッターとしては大変。そうですね。だから、まあ、僕は現役の時だと前田健太投手とかカープだった黒田選手とかだったんですけども、はい、もう全部お笑いラインないんでもう1個に絞ってそれを狙っていくっていう。だから前田健太投手だったらもうスライダーだけに絞ろうとか、ね、
っていう風な僕は対策してましたね。もう いいピッチャーになると、はい、全部終わるとなかなか打てないんでね。あとはこれ聞くのはもしかするとちょっとカープ側としたら微妙かもしれないんですけども、バッティングがいいじゃないですか、はい、2人とも、はい、キャッチャーとして里崎さん現役で対戦してたらどういう攻めをガンガンインコースいきますね。あ、そうですか。でも外だけだったら抑えられないんで、だからもうピッチャーというより野手と思っていきます。だからもうインコースも行くよと、はいはい、暗黙の了解でこうピッチャーにはインコース行かないみたいなよく聞くんですけど、どうせ交流戦だけなんで僕らはもう逃げれるんで逃げない関係ないと、まあ、この期間だけやから何か遺恨残しても、はい、もう日本シリーズまで戦わないから大丈夫ですそういうもんなんですね。そういうもんです、はい、この試合で負けるぐらいだったらもうただ行った方がいいですし、もう戦わないんで今度自分が対戦することないじゃないですか。なるほど、はい、いやでも森下投手と徳田投手はおそらくそのインコースもさばいてくれますね。打ってくれますね、うん、2人ライバル意識もバチバチなので、うんはい、あとはまあ僕みたいに気合入ってピッチャーでもインコースやってキャッチャーがサイン出せるかですねそもそ も, そ も, そもキャッチャーの勇気の部分も、はいはい、この、ね、両投手のバッティングにも注目です。さあ続いてはこの後カープさらなる躍進に向けて必要なキーパーソンを発表していただきます。はい、明日予告の佐々木朗希投手のここだけの攻略法も、明日からはオリックス戦、里崎さんに引き続き解説していただきます。いや今日からロッテ戦です。失礼しました、ロッテ戦です。オリックス戦は語れますけどね。そうですよね、オリックス戦は語れますけど、はい、間違えました。気合入ってますから、ロッテに負けられない大変失礼いたしました。明日からロッテ戦です。さあここからは躍進に向けた投打のキーパーソンを発表していただきます。ではこちらご覧ください、はい、こちらシルエットクイズなんですけれども、うん、分かりますね、皆さん。いや分かるでしょ、広島なんですよ、分かるでしょ。そうですね、私ピッチャーは分かった気がしますね、まずはこの、はい、ダの方ですよね、はい、て今上村さんカープが63イニングタイムリーヒットが出てないんですよ、はいはい、なのでヒットじゃなくても得点が取れるって言ってくれた田中康介選手。あ、なるほど、はい、田中康介選手ね、ベテランの一振りとても注目ですけれども、里崎さん正解は、はい、小園選手ですね。小園選手、はい、なるほど、はい、やっぱり一気にね、首位にカープが上がった時は、はい、やっぱチャンスの小園選手のバッティング、はい、得点圏打率、はい、めちゃくちゃ高かったじゃないですか。そうですね、頼もしい存在でしたし、うん、あとちょっと最近はなかなかチャンスは作るけども、うん、まあ、小園選手打ってなかったり、はい、まあ、そもそもあのカープは得点圏打率は高いんですけど、うん、得点圏のチャンスが少ないんですよ、そもそも、はい、だからそういったところで今まではこの小園選手が少ないチャンスをなんか確実に仕留めてたんですけど、うん、最近ちょっと仕留めきれてない、はい、で先ほど言ったように投手陣はやっぱりいい、はい、ってなってくると援護どこまでできるかじゃないですか。で昨日の試合も聖火の選手一発があったんでね、はい、あと相手のミスをついた秋山選手の犠牲フライと、はい、いい形の点の取り方しましたけど、先ほど言われたように得点圏チャンスでタイムリー打っていきたいと考えれば、うん、いい打順が入ってくる小園選手の、ね、バッティングはかなりキーポイントになるんじゃないのかなと思いますね。今年の小園選手は里崎さんの目にはどう映っていますか。いや本当に勝負強いですよね。しかもこのね、こうしっかり振ってるタイミング取って今みたいにしっかり振れてるんで、はい、この打球も若干詰まってるんですよね。詰まってるんですけどしっかり振ってることによって間に飛んでいって打球が失速しないんで抜けていくっていうところでね、いいポイントでしっかりフルスイングできてるなっていう印象はありますね。着実にステップアップをしてきている。そうですね、もう狙うは日の丸侍ジャパンじゃないですか。次2026年ね、WBC ありますから、ちょっと今は打ててないけどそこまで心配する必要はないっていうことですか。うん、そうです、あの打ててなくても、まあ、勝ってきてて今、まあ、交流戦も借金1と、まあ、はい、なんとか最低限踏ん張ってるんで、はい、だこの終盤の交流戦なんと9試合をこの小園選手のバッティング含めてチャンスをものにしていけば貯金作れて終わるんでね、昨年は久しぶりの5割で交流戦終わったんで、はいはい、なんとか貯金作ってステップアップしたいと考えればね、はい、大事になってきますね、はい、今日もね5割、今年も5割に、ね、持っていってほしいですよね、はい、さあ続いてはこちらの投げる方のキーパーソンですけれども、はい、野村さん分かりますか。いや私この顔の角度どこかで見たことあるなというふうに思いました。頭フル回転させました。はい、誰でしょうか。安心安全の中継ぎ島内投手いかがですか。正解です。すごい。
私あの島内投手 の、 あの帽子の曲がり方が好きなので帽子の曲がり方それがちょっとそうかなというふうに思ってちょっと左斜め、はい、ちょっと曲がってるんですよ。これがいいんですか。そこが私の推しポイントです。リッチなところをね、はい、好んでるという野村さんですけども、はいうん、こちら島内投手を選ばれた理由は、まあ、そうですね、まあ、先ほどの紹介した先発投手はいい形で来てる、でもそんな続いて完投はできないですよね、はい、そうなった時に今年は9回栗林選手がいい形で抑えてるんで、うん、これジョイントになる8回の島内選手がきっちりいければちょっと最近負けがね、はい、ちょっと島内選手で3敗は多いなっていう感じもあるんで、そこをしっかり後ろつなげれれば、うん、最小得点でも接戦を確実にものにできていけば勝ち拾いてくるんで、この島内選手の頑張りっていうのは今後カープにとったら大きなピースになりますし、うん、やっぱ昨年もねちょっと栗林選手が開幕状態悪くて、ね、矢崎選手とか島内選手が頑張りながらリリーフをまとめましたけども、はい、そこがしっかり全員がガッて一致団結すれば、これはかなり強力な投手陣になってきて、得点力とともにねいい形の試合作れると思うんで、やっぱり今のところこの島内選手は投手陣の中ではキーポイントじゃないですかね。ちょっと登板も多いかなとは思うんですけど、はい、疲れなどっていうのはこの時期ピッチャーって出てくるものですか。全員疲れてるんで、あやっぱりね疲れてる中で結果残すのがレギュラーであり主力です。はー元気な時に結果出すのはまだ補欠っすから。ああそういうものなんですね、はい、そういったところでどこまで頑張れるかがねそれはポイントになるし、そうなってくると年俸も上がりますし、まあでも昨日もねピッチ作りましたけど、はい、最後のストレートとか良かったじゃないですか。そうですね、気迫もこもってましたし、そういったところをね、まああとはチームがマネージメントしてね疲れを残さないように気をしながら他の選手と組み合わせながらね、森浦とかハーンとかもいいですしね、はい、他の投手もねリリーフいいんで、うまくこの組み合わせながらねマネジメントは新井監督に任したいと思います。まだまだ、ね、頼もしい投手も、ね、たくさんいらっしゃいますよね。さあ続いては今日からは里崎さんも所属されていたロッテとの3連戦です。週末には令和の怪物佐々木朗希投手も登板予定ということですが、この佐々木朗希投手の弱点というのはあるんでしょうか。少ないんですけどね。いや、はい、そうですよね、はい、最近ちょっとあるなと思うのはまあこちらです、はいはい、機動力ってことで、ちょっとクイックモーション大きいんですよ。はあ、そうですか。でやっぱフォーク、はいね、鋭いフォークもあるんで、うん、キャッチャーも結構取るの必死にいくんで、はい、送球までの動作が遅くなるっていうところも最近あるんで、しっかりそこをカープのね、うん、このダイソーも含めたでスターティングメンバーも含めたこの機動力っていうところで一気にかき乱していくと、ノーヒットでも1点取れる可能性出てくるんで、だからカープにとったら自分たちのこのね得意なところを出せるっていうところもあるんで、そこをうまく使えるかどうかポイントですよね。やはりこう機動力で揺さぶられるとバッテリーとしても考えるところが一つ増える。そうですね、やっぱりそうやって投球フォームを崩して制球が乱れたりっていうところもありますし、はい、こういうふうに盗塁盗塁でノーヒットで内野ゴロで1点っていうところもあるんでね、ヒットとかホームランに頼らなくても点を取っていって最強の投手陣でものにしていくっていうところはポイントじゃないですかね。佐々木投手との対戦だけでも楽しみですけれども、走れる選手多いですもんね、上村さん。そうなんですよ、うん、私土曜日見に行くので本当に勝ってほしいですし、ちょっとね雨心配なんですけど、湿気も大丈夫ってね、うん、先ほどの分から教えていただきましたから。かんちゃんのお天気コーナーでホームラン里崎さんとしては、まあ、雨の方が出るんじゃないかと、はい、まあ、雨の方が、ね、出るんですけど、佐々木朗希投手からホームラン打つのはなかなか難しいんですよ。雨も関係ない、足でね、足の方が、足は関係ないから、はい、こちらの方でどれだけいけるかというところですよね。まあ、実際ね、葉月選手もこれ佐々木朗希投手から交流戦でタイムリー打ったりもしてますから、あんまり悪いイメージというのはないと思いますけどね、いい感じで、ね、あとやっぱり、ね、いい投手と対戦するのは交流戦やっぱ楽しみもあるんで、どんなもんなのかなっていうね、はい、そういったところを楽しんでやってもらいたいですよね。普段戦えないピッチャーだけに、うん、そうですね、足を使って攻撃をしていくということですね、うん、さあそして今日の先発は大瀬良投手となっています。こちらです。はい、いやどんなピッチングを期待しますか。いや今年は本当にいいですよね。いいですね、まあ、ストレートとカットボールがまっすぐの軌道から曲がるっていう、はい、去年若干大きく曲がるなっていう印象もあったんですけど、うん、ストレートから曲がるっていうところでやっぱカットボールの精度とは、うん、去年より1段階も段階曲がってるんじゃないのかなと思いますね。大瀬良投手も防御率 1.27、うん、こう考えるとやはり里崎さん言われるようにカープの先発投手陣すごいですね。そうなんですよ、 1.27 でまだ2勝みたいな。だから逆にね、この選手を含めた打線が援護できればね、本当に援護できてたらもう何勝してるんだろうっていうぐらい大瀬良投手もね、いいピッチング続いてますもんね。そうですね、うん、さあそしてロッテの
先発は美馬投手ということで、うん、はい、どういったら打ち崩していくことができるんでしょう。まあ、ここだけの攻略法をね、お願いします。いいですか、お願いします。左バッターは困ったら外からのスライダーでカウントを取ってきます、はい、だからそれを狙っていきましょう。ということは1番から3番、はい、さらには5番田中選手と7番の矢野選手、はい、でストライク先行したらフォークになるんですよ。ボール先行したらスライダーになってくるんですよ。で右バッターもボール先行するとスライダーに頼りがちです。へえ。でストライク先行だとフォークでくるんですよ。言っちゃって大丈夫なんですか。ここだけですもうこの広島地域だけですよ。今日広島なんですよね、試合。そう、あ、まあ、選手はもう試合前から見せないよ、ね、大丈夫です。あ、まあ、こうカーブの皆さんだけですもん、ね、はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、伝えてほしいですけどね、選手の皆さんにね、はい。はい、では、まあ、里崎さんが教えてくださったところにも、今日の、ね、試合は注目していきましょう。あとはオーダーの中ではね、小園選手が3番に入って、まあ、4番の末兼選手で5番の田中康介選手、最近この並び多いんですよね。そうですね、まあ、タイムリーでも点取れますから、ね、田中選手の前にねチャンスメイクして、はいはい、そうです、犠牲フライ打ってもらいましょう。犠牲フライでね、ヒットは打てなくても点が取れるということをね、お立ち台で言ってくれていましたから、若鯉たちもそれを見習って、はい、今日は多く得点を取ってほしいですね。はい、うん、3連勝に向けて一緒に応援していきましょう。以上、勝ち癖でした。